皆さんこんにちは、人生山と大型喫茶店のクラウンです。今日はインナーとしてもメインとして使えるアビレックスのクルーネック、V ネック、ヘンリーネックの3つを実際に着てみたいと思います。行ってきます。はい、まずはクルーネックを着てもらいました。やっぱりすっきりした感じはしますね。でちょっとこう男らしさが出るというか、そういう感じになってる感じがします。で一応一般的にはこのクルーネックが一番人気となってるようです。シンプルイズベスト。では次行ってもらいましょう。はい、今度は V ネックを着てもらいました。ヘンリーネックよりもちょっと大人っぽい感じになりますね。首回りがやっぱりちょっと出てくるので、ライン的にはヘンリーとそんなには変わらないんですけど、少しもうちょっと大人っぽく着たいなっていう人はこちらの方がおすすめな感じです。では次はヘンリーネックに着替えてもらいましょう。はい、ヘンリーネックに着替えてもらいました。ちょっとおしゃれな感じがプンプンとしますね。でこれは私的には一番好きなんですけれども、ボタンを開けてもらってきたりするとさらに超セクシーな感じになったりします。お、開けてくれてますね。いいですね、いい感じです。こうやって着ていただいて、あとは中に重ね着でちょっと色物の、シャツとかも重ねてもらってもいいと思います。皆さんどうでしょうか。いかがだったでしょうか。またこちらの T シャツ、抗菌防止機能も兼ね備えておりますので、これからの時期にもぴったりなんです。ぜひこの機会に大和岡崎喫茶店までお越しください。365日人生遊ぼう、大和で遊ぼう、ご覧いただきありがとうございます。人生大和オンラインショップもよろしくお願いします。